前のファサード・モントリオールのアーツ、インターカルチャーズ・フレンチで、は、1999年に設立された、モントリオールの学際的な文化団体です。ジャンルマンス通りにある。1999年にオープンし、現代アート、ダンス、音楽、演劇、絵画、彫刻、ビデオなどを展示しています。前の使命は、異文化間の関係を促進し、開始することです。 マイは、モントリオールの文化間の対話を可能にするために、異文化間の芸術活動を支援し、促進することを使命とする非営利団体です。マイは、ダンス、演劇、ビジュアルアート、メディアアート、話し言葉などのプロジェクトに助成金を出しています。新進気鋭のアーティストや、実績のあるアーティストを支援し、特に文化的に多様な背景を持つアーティストを支援しています。劇場、 ギャラリー、カフェ、リハーサル室があります。1990年には、リグルッポマンボアールデビリップマンデプロティック、アーティスティーク・インターカルチュラルズが設立されました。1989年、グループはモントリオールに新しい文化的空間を作ることを決定し、1999年には、ジャンルマンス通りのミルトンパークに、前が設立されました。当時は、カフェ、ギャラリー、 リハーサル室が2つありました。2005年、マイはアーティストの伴奏プログラムを開始し、2018年にはコンプリセスと名称を変更することになりました。当初は先住民族や文化的に多様なアーティストを主な対象としていたが、障害を持つアーティストや言語的、マイノリティ、ルグ都会のコミュニティからの参加も徐々に拡大している。マイの 主なミッションは、アイデンティティ、ジェンダー、性的思考、宗教などの問題に対して、異文化間の芸術的アプローチを提示することで、対話を促すことです。このように、前には、主に2つのミッションがあります。1つ目は、ハイブリッドな作品や、横断的、学際的、異文化的なアプローチを促進するために、アーティストの開発やプロモーションに同行することです。 第2の使命は、多様な観客に対応し、愛好家と初心者の両方を対象とした、プログラミングと包括的なワークショップを提案することです。そのために、マイは年間プログラムだけでなく、付随するプログラムを提案しています。ケベックの現代アートにおける文化的多様性の欠如に直面し、前はまた、黒人コミュニティの現代アートを提唱してきました。前では、毎年、 約20人のアーティストを招いてシーズンプログラムを提案しています。プログラムには展覧会、ダンス、音楽、その他、マイシアターでのパフォーマンス、モントリオールの他の文化スペースとのパートナーシップによる壁の外でのショーなどが含まれています。過去には、マニュエル・マチュー、ハンナ・クロース、ジャン・ダニエル・ロレール、ダナ・ミシェル、スー・フェリー、ダイナー・シュビー、 ダンサーズ・オブ・ダメラ・ハミドなど、ケベック州、カナダ、時には国際的に有名になったアーティストがプログラムに参加したことがあります。近年では外国人アーティストのカナダ入国が困難なことから団体側にも問題が生じている。ありがとうございます。